まずは格闘アクション、左右のパンチ、アッパーカット、片足キックなど連続の動作も力強くキビキビこなす。瓦割りもお手の物だ。次にダンスアクション、複雑で細かい振り付けも難なくこなす。しかも動きは優雅で滑らかだ。次はロボゼロの特徴でもある指の関節を使ったアクションをお見せしよう。まずは金網登り。運転、指だけでなく体の運び方などまさに人間のような動きを見せる。今までのロボットでは考えられなかったアクションだ。ボール投げ。ボールはもちろん片手でも投げられる。歩く、走る、前転などの二足歩行ロボットの基本動作も抜群の安定性。さらにこのロボットがすごいのは文字が書けること。プログラミングすれば好きな文字を書かせることができる。